よ。今のスタメンはこんな感じです。この入れ物は確かニトリで購入したと思います。だいたいいつも使うメイク品をこの透明のケースに入れて、この引き出しに入れています。もう今年は本当に旅行とか遠出をしないから、だけどね、せっかくのお休みなので、ちょっとドライブがてら外出ようかっていう感じで、ドライブして景色眺めてご飯食べて帰ってくるみたいな、本当にあんまり外に出ないコースになると思うんですけど、それだけでもね、ちょっと夏休み気分を味わえたらいいなって思います。眉毛眉毛眉毛げっげっ眉毛のげ、なんか暑いしメイクもやる気なくなるよね。ほんとね、なっちゃう感じ。そう思ったんだけど、やっぱり女性ってメイクすることでテンション上げて、こうなんか楽しくなるよね。だってさ、この今の時期やっぱマスクするからリップとか塗れないわけじゃん。そうするとそれだけでもなんか顔が締まらないっていうか、顔色悪く見えてテンション上がらないっていうか、まあね、どっちにしてもマスクするからさ、リップ塗ってもしょうがないんだけど、こんな感じです。はい、じゃあ今からヘアセットします。サラの巻き髪用カラーウォーター、これをちょっと振りかけて、これももうないや。ちょっと今日は珍しく髪を下ろそうと思います。巻きます。ほんと簡単に、なんかニュアンス的にちょっと巻いてあればいいかなっていう感じなので、こんな感じ。40過ぎてロングだとこうバサッとね、長いまま下ろしてるよりはこう縛った方がさ若く見えるのかなと思って、ロングの場合だからさ縛ってることが多いんですけど、まあ、たまにはこうやって下ろすのもいいですね。もうね、前髪はちょっと下ろしたくないので、カチューシャ、いつでもこの薬品のカチューシャでちょっと上げちゃいます。上げ、最後ちょっとケープでパーッとやったら終わり。こんな感じ、こんな感じでーす。はい、準備ができたのでカバンに持っていくものを詰めていきます。お財布、今日はちょっと小さめのカバンなので、小さめのお財布を持っていきます。ボールジェル、エアポッチ、持ち運びに便利なファンデーション、モバイルバッテリーと充電の線、全部入れちゃう。これ見て、かわいいんだよ、センス。ほら、かわいいでしょ。顔にすごい汗をかくので、こういうのあるとね、いいですよね。はい、あとはハンカチ、よし。
ですね。で、あとダイソーで購入したいエコバッグ、一応ね何かお買い物をもしかしたらするかもしれないので持ってきます。サンダルはこれでいきます。多分去年だったかな、島村購入品でも紹介してると思うんだけど、その時のサンダルです。バイソン柄のサンダルになります。ちょっと足のマニキュアが取れてるはず